天智もエミリンの案件動画で被害者が大量にいると。でまあうちの視聴者からもね大量に DM が来てたんで、今回ちょっと紹介しようかなと思います。はい、こちらねちょっとモザイクしてるんですけど、テンチムとエミリーさんなんですけど、これどっちかどっちかわからんな、モザイクしてると、うん、どっちでもええわこれもはや。でまあエミリーとテンチムがその案件動画、いわゆる企業からお金をもらって宣伝している動画ですよね。でこれ何を宣伝してるかっていうと、とある企業の LINE の QR を登録すれば、まあ、公式 LINE ね、公式 LINE のアカウントを登録すれば温泉宿泊券やテンチムの私物とかいろんなものが当たるっていう、まあそういう紹介動画なんですね。でまあそれに応募したと、テンチムさんのそういう動画を見て、でまあ登録しましたと。で登録をするとこのキャンペーンでねいろいろなものがもらえますよと。でまあその中にはですね、まあなんか温泉の宿泊券が当たる万座温泉、はい、とかまあいろいろなプランがあったと。でこれに応募しましたと。まあただで手に入るんだったらね、そらラッキーじゃないですか。でなんとですね、これ応募した結果当たりましたと。部屋宿泊券ご応募いただきましてありがとうございます。抽選の結果見事にご当選されました。おめでとうございます。つきましては個人情報、氏名から郵便番号、電話番号、住所、年齢まで、こちらを送信してくださいと。まあちょっとうちのね視聴者送りましたと。でこれやった、当たる、わいわい当たったな。で個人情報を送ったところですね、次の日次の日、すいませんあれ誤送でした先生あれ誤送でした。なんとですね、当たってなかったんですよ。当選しましたってメッセージが来たのに、なんと後日個人情報を送った後に急に当たってませんでした。大変申し訳ございません。この度不手際により皆さんにご迷惑をかけし混乱を招いてしまうことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことが起きぬよう努めてまいりますと。いや、やばくないこれ、個人情報。いやいや、まあ、ってことは、まあ、言い方あれですけど、ただで個人情報を手に入れてるんですよ。で、これ、なんとですね、こちら。配信作業の操作ミスが原因で、12,622人の方に誤って連絡をしてしまったんですよ。まあ、要は12,000人当選しましたって LINE が来て、そのうちの2,000人が個人情報を送ってしまったと。はい。いや、これ大問題でしょ。でもこれなんか表には出てないのこれ。まあ、一応なんか公式のツイッターかなんかではフォローが少ないね。ツイートはしてたんだけどお詫びっつって。いやこれ大問題でしょ普通に考えて。うん。やばいやろ。で、まあ、これやばいなってことで、まあ、多分企業持ったんだろうね。2000人の方が個人情報を送ったと。まあ、だからこの企業は2000人の個人情報をただでゲットしたみたいな。ちょっとそれはさすがやばいなということで、今後はこのようなことがないように徹底しますと。再発防止に取り組んでまいりますと。また、この度誤ってご当選の連絡をお送りしてしまった皆さんにお詫びの気持ちとして Amazon ギフト券1000円をお送りいたしますと。ま、1000円で許してくれって。1000円で許してほしいっていうことで、まあなんか、申請化を図っているんですけども。まあ僕のところに来てたのは雑なシステムで個人情報が保護されてるかもわからないし、1000円で許されると思ってるのがやばいですと。個人情報はね、なんか昔から金になるとか何とかって話もありますけども。まあ別にそういうことをしてるとは僕は言いませんよ。言いませんけど、まあでもちょっと怖いね。まあでもこれって正直僕はそのテンチミとエミリンが絶対悪いみたいな話じゃないんだけど。まあでもただね、前もこの会社であったよねっていう。もうなんかここから案件受けなければいいのになと思って。僕もね、企業がなんかとんでもないような対応してたらもうそこと一緒にやりたくないなって思うんだけどね。なんでやっちゃうんだろうね。何回も何回も。まあ、どうなんですかね。まあ一応ね、こういう投稿を見てね、うちの視聴者送ったみたいなんですけども、公式 LINE 友達を追加するだけで抽選でいろいろ当たりますよと。やめたらいいのにね、こういうのも。マジで。やめた方がいいと思うよ。だってここの会社前も同じようなことがあったからね。個人情報じゃないけど、テンチム関連で。まあだからやめた方がいいような気がするけどね。まあでも同じようなとこでやるのは、まあお金がいっぱいもらえるのかな。まあテンチムとかに仕事を持ってきてくれるとこはここしかないのかとか。まあこれはひどいでしょ。普通に考えて。まあということらしいです。まあ良くないよね。これはね、ちょっと。俺はもうなんかミスがあったところは絶対受けないけどね。絶対に受けません。そう、うちのね、事務所のライバーも結構ミスがあるんですよ。ライバーがっていうのはライバーがなんか業務委託してる先がなんかあんま良くないみたいな。何回もあるからね。
信じられない話があって、僕はアパレルブランド出したって言って一時期ちょっと宣伝してたじゃないですか。で最近全然宣伝しないじゃないですか。これもだからそういうミスがあった。まあその今回の天柱みたいなその個人情報がなんか取られたみたいなミスじゃなくて、なんかメイドインチャイナなんですよ基本的に服って。なんだけどメイドインジャパンっていうタグにしてたのね、なんでか知らんけど。でタグがメイドインチャイナなのにメイドインジャパンで発送してるから、それってまあ嘘じゃないですか。メイドインチャイナなのにメイドインジャパンのタグで服をね発送してるわけだから、だからメイドインチャイナのタグだけ後ほど発送しますって言ってタグだけ発送してるの、意味わかんないでしょ別にどうでもよくねって思って。まあだから YouTuber もね、もう本当に考えないといけないよね、こういうミスとかがあるような企業は。俺はもう一回でもなんかそういうミスに巻き込まれたらもう頼まんな、うん、正直。はい、まあということでした。まあこれはちょっとかわいそうだな、視聴者が。うん、まあ天地めみりもでもかわいそうやな。企業はもう信用できんよやっぱり。